ありがとうございます。皆さんこんにちは、玉木千春です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日初めましての方が多いと思います。今紹介してもらったように、本業、私の仕事は歌手という仕事になります。36人の子供たちってどういうことだろうと思うよね。私はですね、孫が6人います。嬉しい。今日本当みんな反応がいいね。ありがとう。ええー、と思うよね。そう、おばあちゃんって、私をおばあちゃんって呼んでくれてる孫。小学校1年生からずっと下になるんだけど、6人ほど今、私には孫がいます。今日は皆さんにそのお話についてしたいと思います。みんなはさ、じゃあ例えば、お友達と喧嘩したことあるっていう人います？いや、正直者、ピンと早く手挙げた、かっこいい、ありがとう。正直者だね。そう、じゃあね、兄弟喧嘩したことあるって人いる？あ、そうよね、するよね。じゃあ他に、親子喧嘩したことあるって人おる？あ、いいね、もう見てもらう後ろの方が凍りついてるよ。ありがとう。お父さんお母さんかね。そう。親子喧嘩もあるし、兄弟喧嘩もあるよね。同じようにね、私のお家も、すごく喧嘩がありました。さあ、我が家のようなお家をちょっと難しい言葉で説明すると、日中間、こんな自分とは違う国の人と一緒に暮らしたりするのを、異文化交流とか、異文化理解、または多文化共生なんて言ったりします。ここでみんなに質問です。私はね、もう全国各地の小学校、中学校、年もう何十公演回るんですか？小学校、中学校行くんだけど、必ず、お友達に参加してもらって、質問に答えてもらいながら講演をしていきます。なんで今日もね、協力してもらえたら嬉しいんですが、さあ、この異文化、どういう字を書くかっていうと、異なる文化、異なるっていうのは違う。自分とは違うもの、違う文化っていうふうに書きます。さあ、この異文化という言葉を聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？答えてくれるというお友達はいますか？あだ名でもいいよ。メイさんに大きな口をありがとう。一人目なのに嫌がらずに受け取ってくれて本当にありがとう。あなたを一生誇りに思います。さあ、メイさんは異文化、例えば外国人とかと、メイさんは自分は何が違うって思う？何か違うものあるかな？何でもいいよ。顔の色。素晴らしい、大きな拍手を。すごい、メイさん。じゃあそのまま後ろのお友達にマイクを回してもらっていい？そうなんよ。あなた、いつ言うよ？お名前教えてくれる？ともかです。ともかさんに大きな拍手をありがとう。嫌がらないでくれて嬉しい。さあ、今、メイさんから顔の色、肌の色が違うよって出ましたが、異文化と聞いて、ともかさんは何を思い浮かべますか？お友達に相談してもいいよ。ほんでから手伝ってくれんかったら。世界の挨拶とか。すごい大きな拍手。そうだよね、挨拶。じゃあちょっとお隣のお友達にもマイク回してもらっていい？素晴らしい。そうね、挨拶って言ったら、まあ言葉よね、言葉が違う。こういうの難しく言うと言語の違いと言います。もう一度ともかさんに大きな拍手を。素晴らしい。ではお友達、お名前は何でしょうか？楓です。楓さんに大きな拍手を。楓さん、ありがとう。いろいろ出てきましたが、楓さんはあと異文化って聞いたら何を思い浮かべるかね？何が違うかな？暮らし方の違い、生活習慣。素晴らしい、大きな拍手を。なんて立派な。くれば、じゃあそのまま後ろのお友達に回してもらっていいですか？ここでみんなと一緒にゲームをしたいと思います。さあ、そう言ってもやっぱりね、毎日毎日喧嘩するやん。あの日本人は変だ、あの中国人は変だ、やっぱり日本人は嫌いだ、そんな風にね、うちの家でも喧嘩があるんだけど、そういう時はね、優しさ貯金ゲームというゲームで仲直りをしました。これをね、みんなと一緒にやりたいと思います。手伝ってくれるお友達、2人のペアで前に出てきてくれる人いますか？ステージに上がってくれる2人。おー、じゃあここ2人出てきて。あ、じゃあこことあなた、ここ来て、はい、ステージ上がって。
お名前を聞いていきましょう。お名前は何ですか？さあ、ローキさんちゃん、ありがとう。さあ、野菜最初ピンゲームってね、どうやってやるかって言ったらね、うちでこんな喧嘩があったよ。おい、キムさん、お前お風呂出た後、バスマンとピチャピチャだよ。どうしたらこんなに汚い？まあ、みんなもお風呂入った後さ、ちゃんと体深くわーって歩いたらお母さんに怒られたりとかあるじゃん。あんな感じで、一緒に暮らしとるお友達同士が回されて、お風呂をちゃんと使ってって怒っとね。だから今度もう一人キム君がね、そうやって怒るルーさんに、あ、ルーさん、あなたどうしてそんなに日本語が汚い？もっと中国人は丁寧に話しなさいと、お互いの悪いところを言い合ってずっと喧嘩しとったよ。でも今からやる優しさ貯金ゲームは、お互いのいいところと悪いところを言います。例えば、何々ちゃん、どこどこはね、あの直してほしい。でも、何々ちゃんのこういうところが好きというのをお互い言います。二人は仲良し？同じ お花屋さんにおる？大丈夫かね、あのお互いのことが言えるぐらい。全然知らない。待って、どうしたら、ちょっとプロデューサーここチェンジしたわ。ここがチェンジ、あ、ここだけ変わってもらっていい？ここだけチェンジしたわ。ごめんね、ごめんね。え、いける？どうしたらいい？このままいける？このままいけると大人が言ったけど、電話するね、おばちゃん。じゃあ向かい合ってもらっていい？まずこっちから先にエルキー見とってね。じゃあまずもう一回トモカちゃんだっけ、ユニちゃん、ごめんなさい、ユニナちゃんは彼の直してほしいところがある？なんか、じゃあいいところは何？いいところありますって。ユリナちゃんの直してほしいところはある？いいところはある？なんで同じところにいるのか知らないの？いいところはちょっとまだ思いつかない。思いつかない。はい、ゲーム見つめ合って、ありがとう、ごめんね、大好きっていうゲームです。せー